2020年10月の29日、ティアダウンというゲームが誕生した。このゲームは簡単に説明すると、マインクラフトとグランドセフトオートを掛け合わせたようなゲームである。二つのゲームが好きだというとある男が、今宵は実況を繰り広げていく。その映像をご覧いただこう。今回はこのティアダウンというゲームで遊んでいきたいと思います。このゲームでは主に強盗をこなしていく、ゲームでございます。そして、建物や乗り物、あるいは木とかそういった生成物がですね、すべてサンドボックス形式になっています。なので、ここら辺はマイクラと結構似ていますね。なので、マイクラとグラセフを合わせたようなゲームになっていますね。なので、早速やっていきましょうかね。私ね、破壊がね、結構大好きなんで、こういうゲームを待っていたっていう感じなんですけれども。さあ、じゃあ早速やっていきましょう。まずは入るとですね、このような、ガレージみたいなところに入っていますね。ここはちなみに、なんと自分の自宅になります。どうやら主人公はですね、なんか借金まみれになっているんで、借金を返すために怪しい会社に入ったらですね、とりあえずここにアジトみたいなものを作らされて、ここでミッションをこなしていけっていう感じなんですね。じゃあ早速やってみましょうかね。このパソコンからミッションをこなせる感じなんですけれども。で、このメールの数見ると、察しのいい方ならお分かりかもしれませんが、私、破壊が大好きなものでですね、録画データまで破壊してしまったんですね。なので、結構やってしまったんですけれども、まあ、とりあえず、復習も兼ねて、一番最初のミッションをちょっとやってみましょうかね。一番最初のミッションは、ここですね。あ、間違えましたね。こっちでした。最初からいきなりガバガバなんですけれども。このミッションではですね、古い建物を壊してくれっていうミッションなんで、早速やってみましょう。で、最初にミッションが始まるとですね、あそこに家がありましてですね、この家が今回壊すミッションですね。ここに 6.3 メートルの高さって書いてあるんですけれども、この高さを0までやればこのミッションは完了ですね。で、一応このミッションはチュートリアルみたいな感じでですね、ここに、プロパンガスみたいなものがあるんで、これを手に持って、突っ込めば爆発して建物が壊せるよみたいなことを言ってるんですけれども、これを見るとですね、全然破壊できていないんですよね。なのでこのチュートリアルはですね、これを使うのが正解ではなくですね、このダンプカーを使ってですね、今回はあの建物をぶっ壊していきたいと思います。じゃあ早速乗って壊しに行きましょうかね。こんにちは、解体のプロです。よろしくお願いします。はい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 、これ気持ちいいんですよね、この壊れる時が。最初の私のリアクションをね、ぜひともお届けしたかったんですけどもね、相変わらずデータが破損してしまったんでね、見せることはできないんですけれども、見てください、この壊れる瞬間。これにはマイクラにはなかったこの壊れる瞬間がたまらないんですよね。そう、マイクラではですね、作ることに重きを入れてるかもしれないんですけども、このゲームでは破壊に重きを入れてるんで、マイクラで言うところの、これは嵐行為ですね。あ、来た、これこれこれ、壁を全部破壊した後にこの倒れる瞬間、これがもう気持ちよくてたまらないんですよね。はい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 、もうこれなんならね、もう建物をね、なかったことにするかのように全て破壊し尽くしたから、あとはここの煙突さえぶっ壊していけば OK。 これでミッション達成できましたね。まあ一応ミッションは達成したんですけども、どうせならここをさら地にしちゃいましょうかね。なんということでしょう、あの古き良き建物が今ではこんな姿になってしまいました。というわけでですね、まあこのミッションに関しては強盗というよりは破壊ミッションだったんですけれども、まあこれが一番最初のチュートリアルなんで、ここからはだいたい強盗ミッションとか、あとは車を盗む、 GPS つけたりとか、そういったミッションが増えてくると思います。で、ミッションが終わったら毎回ですね、車が用意されているんで、この車に乗ればミッションは終了って感じですね。で、一応次のミッションも今後に関わってくるんで、いや、またサクサクとプレイしていきたいと思うんですけれども、まず最初にですね、このセキュリティガバガバなゲートを通るとですね、建物があるんですね。で、ここら辺でですね、タブキーを押して、一応今回のターゲットを確認できますね。今回のミッションではですね、参加者のコンピューターをですね、盗むというミッションになります。なので、早速取り掛かっていきましょうかね。そうだ、忘れてた。このミッションだけね、なぜか全ての建物に鍵がかかっていたんで、こんな感じで今回は破壊工作をメインにしていかなきゃいけないんですね。相変わらずあそこに穴が開いてるのは気持ちいいな。というわけで、ここもね、ちょっとミッションで必要なんでね、ぶっ壊しに行きますよ。
はい、お邪魔しまーす。どうも、お客さんですよ。さて、まず最初のパソコンを盗んでいきましょうかね。これですね。これを入手して、で、もう一箇所壊したところ、ここにありますね。で、ここの中に入りまして、ここは多分、受付かなんかじゃないですかね。だと思いますけれども。ここ、どこだったっけ？ここだった。あ、ここだ。はい、ゲットして、で、あ、ちなみにですね、もう取った後なんでできないんですけれども、ここら辺にたまに額縁とかですね、あとは、なんか壁の中に金庫とか隠されているんで、そういうものをゲットして、今後の、装備の強化に役立ったりもしますね。あ、すごい、穴開けたところが、2階が、1階に繋がってしまった。意外とね、こういう木でできた壁とかはね、ハンマーで壊せれるんで、ハンマーの力って結構偉大ですね。なんなら主人公の力がバカ力な可能性もありますけれどもね。で、最後のミッションは、あ、あそこか。2階部分に行かなきゃいけないから、ここどうやってやったっけな。確かここ乗れたっけ。あ、乗れたか。で、ここのガラスに穴開けて、ジャンプで、取れたな。OK。これで取って、3つすべてパソコン盗めたので、あとは、最初にやったこの車に乗って、で、帰宅するだけですね。いやー、このゲーム本当ストレス溜まった時にやると爽快感があるゲームですね。破壊することによってストレス解消になるのは多分私だけかもしれないですけど、という感じで今回ではミッションはここまでになりますね。一応この後は録画データがちゃんと残っているんで、ここからはちゃんと初見のリアクションでお送りしたいと思います。それではどうぞ。それじゃあ次のミッションやっていきましょうかね。なんか次のミッションも、あ、やっぱり同じところだ。こっからスタートなのか。なんか書いてあるぞ。プレスタブトゥートゲットマップ&オブジェクツ。今回もターゲットが3つある感じですね。あ、ただ場所が少し違うな。今まで確かこことこことここだったんですけど、今回は違うと。なるほどね。了解。あ、間違えた。了解と。で、これ開けれねえじゃん。マジか。ってことは最初から、最初からここにショベルカーを使う。あれ？ショベルカーがなくなってる。マジか。どうしよう。あ、待てよ。わかった。なんかさっき、建物破壊してた時に裏口みたいなの見たから、そっから行くとかいう感じじゃない？ちょっと裏口行ってみましょうか。これ裏口も何も海から侵入すれば普通に入れましたね。セキュリティ大丈夫かこれ本当に。というわけで、無事入ってこれましたけれども。最初が、ここ。で、次こことここか。OK。そしたら最初の建物は、これか。ただこれ多分だけど、また入れないでしょ。あ、やっぱり。あ、ここにあるじゃん。ここにあるからこれ使って侵入していけばいいね。さてと、ね、キーカードリーダープライマリーターゲット、あー、これを取ればいいのか。ん？ Use quick save before triggering the alarm to avoid starting over from scratch in case you are... あ、待てよ、このゲームあれじゃない、このゲームじゃないや、今回のミッションってもしかして時間制限あるとかそういう感じじゃない？アラームとかって言ってたから。え、そしたら、ちょっと、こっちへのルート取りとかも、やんなきゃいけないのかな。ちょっと、破壊可能壁があるかとか、破壊可能壁じゃないや。破壊しなきゃいけない壁があるかどうか、ちょっと見てきます。ここを取ったら、ここ行って、降りて、ちょっとここ穴開けた方がいいな、さすがに。よし、これで最短ルートはいけるんじゃないかな。OK。二つ目はこれで問題なくて、三つ目だよな。三つ目、ここから入って、階段がどこにあるかだ。ここは別に問題なさそうだな。OK。じゃあ、大体ルート取りができたんで、それじゃあ早速、ちょっとやってみましょうか。制限時間何分あるかだよな、問題は。というわけで、いきますよ。よーい。あ、で、ここでクイックセーブとか。よーい。スタート。OK、急いでいこう。制限時間は60秒と、なるほど。悪くない時間ですね。で、ここから出て、こっち行きます。いやー、今になって、すごいダッシュボタンが欲しくなってきた。くそ。
2個目を取ります。ここで OK、 2個目取ったらここから降りて、あの橋使っていきます。これ時間大丈夫かな、普通に間に合わさそうな気がするんだけど。よいしょ。こっから行って、で入り口ここにあるんで、ここから行きます。階段を使って、これで回収 OK、 回収できた。であとは、車に乗って帰るだけだよねきっと。なので、こっから行くか。やべえやべえ、今になってここを破壊してなかったのか、後悔してる。やべえ、これ終わったんじゃね、終わ、やべえ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 、オッケーオッケーオッケー、出れねえ、くそ、これを何としても破壊しろ、何としても破壊しろ、くそ、やべえ、ヘリが来てるヘリが来てるヘリが来てる、あ、はい、というわけでね、初めてこのミッションを、プレイしていくわけなんですけれどもね、あの入り口をねちゃんとね確保しておかなければいけないってことなんでね、入り口をぶっ壊しておいたんで、まあこれで一発クリアはできるでしょう。というわけでさあ早速やっていきましょうかね。はい、スタート。制限的時間が60秒しかないので、この60秒を生かして、コーナーで差をつけていきましょう。まずはここの2階から飛び降りて、ここに事前に穴を開けといたところに行きますと。でここで、ターゲットを取って、また2階から落ちていきます。でここでね、この橋を使って、行って、で、最後の3つ目のところを取りに行きますと。入り口はここからしかないので、ここから行って、階段上がって、で階段のところにあるこの最後のターゲットを取ってから、帰宅しますと。でここでね入り口をねちゃんと開けておいた理由がねわかるわけなんですよ。ここね、セキュリティでロックされているので、ここを、これを使ってぶち上げておきました。はい、クリア。まあ、なんなくクリアできましたね、やっぱね。いやー、こういうゲーム僕得意なんでね、一発でクリアできますよ。はぁ、あ。